交通安全コンシェルジュの FM 新潟パーソナリティ上村智世です。10月15日は目指せ事故ゼロデーです。高齢者が巻き込まれる事故が多く出ています。ドライバーの皆さん、優しい気持ちでお年寄りに優しい安全運転よろしくお願いしますね。そしてご家族への声掛けも忘れずにお願いします。目指せ事故ゼロデー。せーの、事故ゼロ。